日もご覧いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録並びにグッドボタンもよろしくお願い申し上げます。本日も作業頑張りますのでよろしくお願い申し上げます。本日もご覧いただきまして誠にありがとうございます。本日もありがとうございますというかですね、先ほどの続きなんです。カメラはですね、今日はもう本当のはちゃめちゃなりゅうちゃんの田舎暮らしです。カメラは倒れるわ、電池は切れるわ、充電を満タンにしとったんですけどですね、やはり切るペースが間に合わないもんですから電池だけが消耗してカメラが途中で止まってしまったっていうところですね。前回の動画ではどっかこの辺りまでで止まってるはずですよね。本日は中華先ほどの続きなんですけども、前回の続きなんですけども、ここからあと一スパンをやっていきたいと思います。本日はですね、同日の日の撮影なんですけども、燃料入れたらですね、キャップの締め忘れで草刈り機を持ったらダラダラダラーっと燃料をこぼしたりとか、それから、風でカメラが倒れたりとか、それから、一生懸命頑張って切っておれば途中でカメラの電池が切れてるとかですね、という感じで、なんかこのマイクのですね、電池も切れそうな気がいたします。その時にはですね、編集の時にまた私はくちゃべてなんじゃかんじゃ、話をしたいと思います。ではですね、先ほどの続きです。先ほどの続きというか、今現状では前回の続き、本日の続きというかですね、ちょっともうややこしくなってます。上の段を切って、またその下の段を切って、ここまで来たらなんかカメラが止まってたというような感じですね。ですので今度はですね、こちらのグローブをつけて、あと残りもう少し中わけじゃないんですけども、ちょっと急がなですね、あまりくっちゃべったりなんだかんだしてカメラは止まるわ、燃料入れてこのキャップを閉め忘れてダラダラこぼすわですね、りゅうちゃん今日ははちゃめちゃですよね。よっしゃ、よっしゃ、頑張ろうかな。どんつきまで行って帰ってこようかな。まあちょっと訳は分からなくなってますけども、本日はですね、さっきの続きというか、なんというかですね、もう皆さん自分で、りゅうちゃんが何を言わんとするかっていうのは悟ってくださいね。先ほどまではここまで来たらカメラが止まってました、電池切れでした。今度はここからですね、残りですね、それをやっていきたいと思います。ただいまより草刈り作業に移りたいと思います。本日も頑張りますのでよろしくお願い申し上げます。なお、チャンネル登録並びに高評価ボタン、グッドボタンもよろしくお願い申し上げます。ちょっと編集でしっちゃかめっちゃかなりそうな気もしますけども、だいたい、りゅうちゃんが言わんとすることは、燃料キャップを閉め忘れて燃料をこぼしてみたりとか、電池がこの辺りで切れてしまったり、その続きということですね。一応ですね、機械の説明しておきます。先ほど、上の段で使いました RM3032 ですね、 30.5cc 30センチロングパイプ、ナイロンローターがジェットフィット2ライン2本出しですね。それでテクニブレード 7mm、 先ほど上の段で使いました 7mm の残りです。
ちょっと光がこう反射してですね、見えづらいですね。よっしゃコードをですね、差し替えます。あれ、どこ行ったかな。よいしょ。よいしょ。今日はですね、バッグを持ってき、つけておりませんので、ポケットの中に入れてありますね。ですので、なんか不格好な感じでコードを交換になりますけども、勘弁してください。今度はですね、ブロックの縁を少しだけ残して、あとずっと買って残りの使用済みのテクニブレード7ミリを使って縁を仕上げたいと思います。ですので縁は だいたい10センチ5センチから10センチぐらい残したいと思っております。よっこしょ。
中の方を仕上げて、周りをサッと仕上げたいと思います。よいしょ。今日はどのように刈っていきましょうかね。よいしょ。カメラを移動してこっちから撮ろうかな。先ほどのですね、ひっつき虫みたいな感じのひっつき種というんですかね、簡単に言えばですね、なんていうのかな、水を吸い上げて先の方が枯れて水が溜まった状態ですね、茎に。それが切り切れないというような感じですね。あまりこのブロックの方にコードを持っていくとすれが速くなりますので、一旦ブロックの縁を残します。やはりですね、もう
1時間ぐらいなりますね。今ちょうど1時ですから、スタートが何時だったのかな、ちょっと忘れましたね。前の動画で出てると思うんですけども、ちょっと今3時5分ですね。ちょっと時間がかかりすぎました。ちょっとですね、機械を変えます。ちょっとリュウちゃんの田舎暮らしのペースにちょっと今日は乗ってないですね。ちょっと待ってくださいね。今度はですね、ちょっと時間がかかりすぎておりますので、これはハスクバーナ製のですね 555RXT ですね。ナイロンローターが、ジェットフィット4本出し、それでナイロンコードがテクニブレード7ミリの4本出しですね。ちょっとこれでおつけんな、あの漫画みたいな仕事をしよったちですね。ちょっと前回の動画でも山口百恵ちゃんとか桜田純子ちゃんの話をくちゃびながらしてましたけど、あまり時間がかかりすぎましたね。もう、3時ですね。もう3時12分ですね。早くやっつけて帰ってシャワーを浴びて栄養剤を楽しむ時間がなくなりますので、ちょっとだけペースを上げていきたいと思います。ちょっと倒しすぎやな。このくらいでいいかな。よっしゃ。
ょ。時間がだいぶ過ぎましたので、ちょっと一挙に行きたいと思います。なんとか予定内で終わりそうですね。
よっしゃー、一挙に行くよー。よっしゃー。
今日行きました。では一旦ここからスタートして角まで一旦行きます。よいしょー、ほら、
あと残りこっちのスパンですね。よいしょ。本来であれば、なんていうのかな、1時間半から2時間もあれば十分だと思ったんですけど、リュウちゃんが、山口桃江ちゃんがどうこうとか、話をしていましたので、その分でやっちゃったね、リュウちゃんってな感じですね。あと残りここのブロック塀のスパンをして終わりです。よいしょ、よいしょ。よいしょ。
終わりました。まだ今ブロック塀いてこんだけですね。よっしゃ、なんとか終わりました。よいしょ。今回の第1部がこちらとこちらになりますね。このような感じです。それからどかこの先で終わったんですね。どかこの白い袋があるどかこの辺りで、それから今回がこちらをやりました。途中であの辺でですね、ハスクバーナーの止めネジが緩んでしまって、応急処置でやってパタパタっと終わらせましたということですね。本日はこんな感じでした。本日はこちらの方をすったもんだしながらやりましたけども、なんていうんですかね、途中でハスクバーナー 555RXT がですね、うるさいなファンが、よいしょ、途中でですね U 字ハンドルで最初スタートしましたけども、寝台は RM3032 ですね。 30.5cc の30センチロングパイプですね。それで一列行くか行かんかですね。その時にあ、これじゃちょっと時間が間に合わんなということでですね、急遽ハスクバーナー 555RXT 55cc クラスですね、それに交換してパタパタっとやりましたけどですね、やはりうちの大坊ちゃんは早いです、仕事が。私がついていくのが精一杯ですね。もうちっとこの馬力をつけんないかんなという感じでした。本日と前回の動画、本当はこの続いている動画なんですけどですね、途中でも燃料を入れてこっちの蓋を閉めてですね、直してエンジンの方の蓋を、燃料キャップを閉めてたわけですね。それで持ち上げてたらなんかガソリンが臭いなというのはバラバラバラ巻いてですね、で、これでまた燃料を取り出して、また入れて、今度はこっちを閉めて、こっちを閉めて、直して。というようなミスが多かったですね、今日は。それで、前回の、この動画の前の動画ですね。これがですね、また山口百恵ちゃんとかですね、桜田淳子ちゃんとか、いろんなそういう話をしよったらですね、時間が食い込んでしまってですね、なんだこれあってな感じで。電池は切れるわ、カメラの電池は切れるわ、燃料はこぼすわ、機械を選定ミスはするわですね。ということで、前回今回はちゃめちゃなりゅうちゃんの田舎暮らしでした。本日もですねご覧いただきまして誠にありがとうございました。なんとか無事終わりました。ようやく 555RXT を持ってきてらんければ大変なことになることでしたね。あたふたするとこでした。ということで、チャンネル登録をしていただいている皆様ありがとうございます。それと、リュウちゃんの田舎暮らし、はちゃめちゃなリュウちゃんの田舎暮らしをですね、楽しみにお待ちのお客様ありがとうございます。いつもありがとうございます。何かご質問等ありましたらですね、どしどし、ご質問ください。私にできる、考えられることのご回答はしたいと思います。まあ、今まであまり、質問をいただいて質問を返していないというのはないと思います。ということで本日はですね、
今からこれから40分ぐらい自宅までかかりますので、また機械を積んでシートをかぶして農道のポルシェが、車検から上がりましたので、出し入れがちょっと楽になりました。ということで本日はこの辺でおいとまさせていただきます。本日はありがとうございました。ではさようなら。本日もご覧いただきまして誠にありがとうございました。次回も草刈り作業を頑張りますので、チャンネル登録並びにグッドボタンもよろしくお願い申し上げます。本日は誠にありがとうございました。